日本のユダヤ人では、日本に一定期間在住するユダヤ人の人に加え、ユダヤ教徒に改修した日本人やその子孫、さらには日本帰化者,者も含んで説明する。東京渋谷区広尾にある日本ユダヤ教団本部、シナゴーグ。なお、この建物は2009年に建て替えられる前の旧建造物である。かつては、 神戸と長崎に比較的大きなユダヤ教徒のコミュニティがあったが第二次大戦による影響で多くのユダヤ人はアメリカなどへ移住した。現在の日本在住ユダヤ人の多くはアメリカ人を中心としたユダヤ系の一時滞在者であるがイスラエルからの宝石賞もいる。ユダヤ人とは断定できないが日本在住のイスラエル国籍者は802名である。また非常に少ないが ユダヤ教に改修した日本人も存在する。ユダヤ人難民を救出し満州国の住民とする不グ計画。長崎のコミュニティのメンバーの多くは5月方に始まる反ユダヤ政策により、訂正ロシアからの逃亡を余儀なくされた移民である。1896年9月、ハスケル・ゴールデンウェルク・ RH ・ゴールデンバーグとジーク・ムント・ディ・レスナー・ SD ・レスナーにより、 長崎市梅ヶ崎町にシナゴーグが設立された。実業家で長崎のユダヤ人の指導者的存在でもあったレスナーは1901年発足のユダヤ教博愛教会と翌年発足の英国系ユダヤ人改良会の会長に就任し、さらに会社経営者であったモリス・ A ・ギンズベルグモリス・ A ・ギンスバーグの支援のもと、 新坂本国際墓地のユダヤ人区画解説にも尽力した。ゴールデンベルクは二人の男児と一人の女児のいる日本人女性と結婚し、夫人はユダヤ教へ改修した。1904年、二人のキリスト教徒が彼らの合意によりユダヤ教へ改修した。国内外の貧しいユダヤ人のための事前組織がレスナーにより組織された。 この時期の長崎の総人口が10万7422人であったのに対し長崎在住のユダヤ人の人口は100人ほどであった。1904年に開戦した日露戦争は長崎在住のユダヤ人商人の多くがロシア人及びロシア艦隊への物資供給に関わっていたことから長崎のユダヤ人コミュニティ衰退のきっかけとなった。また、 長崎の国際貿易港としての地位低下や、1914年の第一次大戦開戦後、同盟国側のドイツ・オーストリア国籍を有した、ユダヤ人に対する日本政府による財産の没収、ユダヤ人の指導者的存在であった、レスナーの救世により、長崎のユダヤ人コミュニティは衰退の一途をたどり、長崎のシナゴー区も1924年に役割を終えた。 参考文献、11種クロニクル、ジューン、1904長崎バイ、ヨゼフ・ジェイコブス、j-e-w-i-s-h-e-n-c-y-c-l-o-p-e-d-i-a、e、com、神戸市の品ー区日本国内には4つの品ーグがある。日本で活躍した、あるいは現在活躍している、ユダヤ人の一覧。来日したり居住したりしたことのある人物、ゆかりのある人物も含む、 名前は五十音順。新規追加や表記の改名時には準拠されたい。あ行か行作業多行な行派行馬行や行ら行。ありがとうございます。